どうも福岡県住みます芸人皆勤賞の会だと賞金です。お願いします。お願いします。さあということで今日は、はい福岡市中央区大名にやってまいりました。ど真ん中。ど真ん中ですね。はい、いやもう若者の街というか。いやそうですね。そんな場所で今日ご紹介するのが何でしょう。我が町の古着屋さんということでございます。古着屋さん。古着屋さん。古着屋さんとか行きます？いやもう全く行かないですね。僕もあんまりねはっきりとは分からないというか。そうですよね。どういうものが置いてあるかもちょっと分かんないんで。そうそうそう。その辺も詳しくね、聞いていけたらなと思っております。なるほど。ということで、はい、やってきたのがこちらでございます。お。ユニオン3と。ユニオン3というお店でございまして、こちらのお店がもう古着屋さんなんですね。そうなんです。はあ、もうあの有名店でございまして、はいはい、いろいろ取り揃ってるということなので。なるほど。ちょっと中に入っていろいろ聞いてみましょう。わかりました。じゃあ早速ユニオン3に行きましょう。さあ入りましょう。はい、おお、なんかいろいろすごいですね。ありますね。まず、靴がずらっと並んでる。古着ってなんかイメージしてたのと違うんですけど、靴とかもあるんです ね。これも全部だから古着ということなんですか。触っていいかな。ビニールしてるしね。ビニールしてるし、でも新品っぽいけどね。うん、綺麗。もうだってさ、靴がショーケースに入ってる。すごい。え、24万だ。え、240円じゃなくて。240円なわけないやん。24万。24万するわ。こんなおしゃれなさ。あ、もうもうもうすごいよ。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。いや、こういうのどう着こなせばいいかが、まあ、まだちょっとレベルが達してない。それは そこまで。じゃあこれをしゃれお話。これ店員さんは今日は一人もいないってことか。そういうことじゃないよ。そういうことじゃない。おい、ほらほらほら、いるいる。失礼しました。さあということでちょっと店員さんにお時間作っていただきました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆勤賞と申します。はい、このユニオン3というお店なんですけど、はい、そもそもどういうものを扱うお店なんですか。そうですね、うちは一応お客様からお売りいただいたものっていうので買い取りをさせてもらってるんですけど、まあ、ブランドからこうヴィンテージまでこう幅広くはやらせてもらってます。はあはあはあ。じゃあ基本このお店にあるものは全部買い取りしたもの。そうですね、お客様からお持ち込みいただいたものにはなります。なるほど。結構、福岡大名の中でも最大規模ぐらいの大きさはあると思います。リユースっていうジャンルになると。なるほどなるほど。さっきそのショーケースで靴を見てたんですけど、はい、二十何万の靴とかあるじゃないですか、はい、あれはそのやっぱ価値がこうどん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 釣り上がっていったってことなんですか。そうですね、本来のナイキさんが売ってた価格は多分1万7000とか2万円前後ぐらい。レア度っていう、まあ、価値がついてて、その50万とか。なるほど。がついてたりとかするようなものもありますね。もう10倍20倍は当たり前ぐらいの。もうそうですね、T シャツにもヴィンテージとかあるんですね。そうですね、もう上にかかってるものとかはもう10万とかするような T シャツにはなるので。10万。まあ、大体が90年代、80、90とかそのくらいの年代のものの T シャツになります。え、これ伸びたらどうするんですか。いやそうよね。ねえ、実際逆にこの T シャツは洗ってちょっと色が落ちてるのがいいっていうジャンルになりますね。一番人気なのはやっぱりバンド T シャツ、メタリカとかこういう T シャツとかが、まあ、今は人気ですね。メタリカのロゴで、はい、ちなみにこれはおいくらですか。ちなみにいくらだと思いますか。うわ、でも確かに。でもちなみにこの T シャツは2000年代の T シャツ、2000年代初期の T シャツ。ああ、じゃあそんなに最近。そうです、ではね、まだ20年経たないぐらいの。250万。高すぎるやろ。ちょっと正解を。正解は、4万4000円です。おお、すごい。4万。4万するんだ。ちなみに今着てらっしゃる T シャツは、これおいくらぐらいなんですか。あ、これは結構まだ新しいので1万円しないぐらいの T シャツにはなります。ああ、なんだなんだじゃないなんだじゃないいやいや、ちょっとごめんなさい。そのなんか、ね、すごいなんか何十万もするのを着てらっしゃるのかなと思って。見せてじゃあちょっと、じゃあこのユニオン3の中で、うんうん、その五所川原さんが思う。五所川原さんじゃないよ。原口さん。ああ、ごめんなさい、原口さんが思う。どこで五所川原になったんですか。すみません、ちょっと勘違いしてました。原口さんですね。原口さんが思うベスト3をちょっとお聞きしたいんですけど。原口さんにベスト3おすすめ商品を持ってきていただきました。はい、お願いします。じゃあお願いします。1個目はこちらですね。
スプリームのボックスロゴの T シャツになります。かっこいい。皆さんがよく見たことあるかなといった感じの、ね、シンプル見たことあります。でこちらが金額が47,000円。ほー、なるほど、47,000円。20年ぐらい前の T シャツになると、まあ、ヴィンテージっていう感じになってくる。そうですね、まあ、シュプリームはあんまりちょっとヴィンテージというヴィンテージにはならないかもしれない。まあでもあります、ね、うん、まあ、その90年代の そのシュプリームだったりとか、あ、まあ、形としては一応まあヴィンテージにはなりますから、ね、なるほど、はい、じゃあ2つ目を、はい、次はデニム、はい、まあ、よく皆さんもこれも聞いたことあると思いますが、リーバイスのデニムです。リーバイス、はいはいはい、80年代のデニムパンツ、いや、これリーバイスの80年代とかはなかなかやっぱヴィンテージなんじゃないですか。まあ、多分皆さんが多分よく一番見る形が多分501っていう形なんですけど、うん、でこれが80年代で金額が22,000円に、思ったより。そうですか。そうですね、もっとやっぱ古くなったりする501XX とかいういろんな型があるんですけど、その型によってやっぱ金額がちょっと変わってきますね。おすすめ商品です。3つ目、最後の一つがこちらですね。おい、ニルバーナだ。ニルバーナだ。ニルバーナのヴィンテージ T シャツになる、スリバーという曲のジャケットですね。金額そんなにするのにそんなに売れるんだっていう。あ、じゃあ結構なお値段が、そうですね、こちらが一応金額が24万円。24万、24万を今、はい、春口さんこうやって持ってます。24万円の T シャツになります。24バーナ24バーナ1バーナ1万円とかじゃないからすごいね。売れたらまたやっぱ入ってもくるし、でもまた売れていくっていうので、うん、まあでも結構あの一大決心で買われる方もいます。いや、そうですよね、はい、これ3人で出し合って保管しとくってのはどうですか共有財産ってこと。さあ、ということで、今ですね、はい、私がコーディネートした、洋服を、今カエラ君がなんか着てくれてますので、はい、ちょっとあの春口さんから見て、はい、どういう感じなのかをちょっと評価していただきたいなと思っております。わかりました、はい、まずは私のコーディネート、カエラでございます。オープン。どういうこと。おどういう意味。いいね、全然意味が分かんない。その何をテーマにしてるのこれ。いや、やっぱり男は一発つなぎでドンでしょ。つなぎでドンはいいかもしれないですけど、はいはい、ここよ。いや、普段ね、やっぱこういう格好しないんですよ彼。いや、誰も普段こんな格好しないって。スピードスケート選手以外しないだろこんな格好。意外とでも似合ってませんか。まあ、そうですね、まあ、ステルス系の、まあ、コーディネートです。ちょ、俺聞いたことです、ステルス系のコーディネート。奥様たちがわっカイラくんだってテレビで見たカイラくんだって、ってなるじゃん。なったら嫌じゃん。ってあとこんな格好で歩いてたら気づかれんわ。まだ点数をつけてもらいましょう。10点満点中で、10点満点中、はい、何点でしょうか。そうですね、8点ぐらいですね。高い高い。おそんなないやろ。高得点。そんなないって。すごいです、ね、原口。まあ、やっぱトップバッターだったから少しちょっとね加点したんですよね、はい、そんな M1 みたいな方式じゃねえ。私は8点叩き出しましたからね。はいはいはい、はい、俺もちょっと自信ありますんで。わかりました、ちょっと来てください、お願いします、はい、さあということで、僕が選んできた服を相方賞金に来ていただきました。コーディネート対決でございます。準備よろしいでしょうか。はい、あ、じゃあ行きましょう。僕が選んだ賞金のコーディネートはこちらです。じゃーん。おい、どれだ、何してんだよ。うむ、立ち花のキクラゲです。キクラゲですじゃねえんだよ。あーじゃねえよ。ビーバップのキクラがすんなよ。ちょ俺が選んだんじゃねえって。いや、ありましたうちにこれ。ないでしょ、ないですよね。これがヴィンテージで35万円。35万してるか、こんなんが。これ着てよ。いや、確かにこれも良かったんですけどね。でも、まあ、こんな感じってことでしょ。え、そのまま、そうそうそう、イメージで言いますか。はい、うん、OK。 それで終わらすなよ。じゃあ来てもらって見てもらう時間じゃん。うん、
でももう切ってやらよかったじゃんこれを。いやそれ何回も何回もその時間取ってられない、お店の方々も今から忙しい時間に入るんだよ。来てよ来てよって自分のわがままが通ると思うな。お前何なんだよこいつマジで。ということでちょっと原口さん、はい、点数だけちょっとよろしいでしょうか。あ、すみません、点数をお願いします。うん、そうですね、点数は10点です。なんでなんだよあーんじゃねえわめちゃくちゃいい店員さんがいるってことだけ分かった素敵なお洋服たくさんありますし、はいはい、楽しいお買い物ができると思いますんで、うん、買い取りもね、はい、買い取りもやっておりますので、しているということなので、うん、もしかしたらタンスの中に、そう、お宝が眠ってるかもしれない、うん、あるかもしれないマジで、うん、ということなのでね、うん、そういうのも探してぜひ買い取りも、はい、持ってきていただければと思っております。はい、ぜひユニオンスに来てくださいということで、福岡県住みます芸人皆勤賞のカイロと引くないがと原口ですでした。ありがとうございました賞金だろ